シュンドルボンは、バングラデシュクルナカンク南部にまたがり、インドに接して広がるマングローブの群生地帯。バングラデシュ側はそのほとんどの地域が政府によって保護されており、1997年には国際連合教育科学文化機関の世界遺産に登録された。1987年に自然遺産に登録済みのインドのスンダルバンス国立公園も同様の保護区である。 シュンドルボンは、ベンガル語で文字通りには、美しい森を意味するが関連していると考えられる。ヒンディー語では、スンダルバンと呼ばれる。また、シュンダバンズと表記している資料も存在する。一途総面積100万ヘクタールの大森林地帯であり、世界最大のマングローブ天然林である。このうち62、62%にあたる57万7千ヘクタールが、 バングラデシュ川に存在する。シュンドルボンはガンジス川のデルタ地帯に位置しており、泥が平たく蓄積した湿地帯である。数千の川と水路、入江が複雑に入り組み、この環境がマングローブの群生地帯を生んだ。一方で多数の鹿やワニ、サル、ベンガルトラが生息しており、その他鳥類も240種類以上確認されていることなどから動物の聖地である。 海岸には、低重性のニタリクジラのほか、カワゴンドウやスナメリ、南半島イルカやマダライルカ、ハシナガイルカや、薄色イ,イルカや希少種のガンジスカワイルカなど貴重なクジラ類が数多く見られる。夏場はサイクロンが襲いかかるため、入域は元気に限られる。シュンドルボンは、以下の地域が登録されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された。バングラデシュ政府がシュンドルボン内に火力発電所の建設を進めており、ユネスコと国際自然保護連合が警告を発しているが、バングラデシュ政府は意に介しておらず、世界遺産委員会は危機遺産指定や登録の抹消を示唆している。ありがとうございます。